竹秀俊は、日本中央競馬会所属の調教師、元騎手、調教助手。父は同じく元騎手、調教助手、竹栄章。祖父は、元調教師、竹平蔵。元調教師、竹公平は王子、元調教師、作田誠二は、義理の叔父にあたる。元調教師、竹国彦は、祝獣父、竹豊、竹公四郎兄弟とは、はとこの関係。 ニックネームは、ヒデ。命名者は、藤田真司。1980年12月31日に、英章の長男として生まれる。1996年、競馬学校に15期生として入学。同期には、北村博高田淳、日本柳宗らがいる。1999年、立党の両家正造級者に所属式手デビュー。初期上は3月1日。 高知競馬第3競争の1番、人気ミシマリンボスターで9頭立ての8着。JRA の新人機種の初騎乗が地方競馬だったのは史上初のことだった。中央競馬初騎乗は3月6日、阪神第2競争のラインフォレストで10頭立ての5着。4月11日、中京第8競争の夢のせて交うで初勝利。この年には22勝を挙げ、 中央競馬関西放送記者クラブ賞を受賞した。2000年には18賞を挙げ、10賞でも愛知杯で2着に入るなど活躍したが、3年目以降は勝ち星が1桁に止まった。2007年、スズラン賞をペプチドルビーで静止オープンと区別初勝利。2008年9月13日に行われた札幌の新馬戦では、竹秀俊騎乗記錠の2番人気、 名村回修が一着、竹豊貴城の一番人気乗カプチーノが二着となり、武家でワンツーを決めている。10万人に一人という目の病気を発症し何度も、手術したが感知せず、2012年9月30日付で、騎士を引退し、木原和義九社で、調教助手となった。2016年12月8日、JRA より2017年度調教師試験に、 合格したことが発表された。2017年3月1日付で調教師免許を取得したが、しばらくは、旧社は開業せず技術調教師として活動していた。なお、同時に、親戚の高志郎も調教師試験に合格したことから、2017年は、武家の親族2人が、同時に調教師として再出発することとなった。 2018年3月1日付で旧社を開業。2020年9月6日、管理場メ系ケールが、竹豊の騎場で、小倉2歳ステークスを制し、騎手時代も含め重賞初勝利を挙げた。騎手時代、カッコ内は、当該場の優勝重賞競争、太地は GI 級競争。ありがとうございます。